本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラブの監督です。ズバリ白デスクは欲しくないか。新しい家具を迎え入れたいけど、複雑な組み立てで頭を悩ませたり、貴重な時間を失いたくない。コスパよく白デスクが欲しい方、外観サイズ感をしっかりとレビューしましたので、ぜひ購入の参考に動画を最後までご覧ください。開封の儀。今回ですね、開封したのはですね、2種類ですね、届いたので、両方比較として開けていきたいと思います。商品が大きいため、別アングルでどうぞ。オープン。トリセツ。ネジパーツ。超簡単。開封した中に日本語の組み立て説明書が入っております。シンプルな構造で、フレームに回転したネジをただはめ込むだけなので、頭を悩ませずに組み立てすることができます。組み立て時も大きさの割には軽量のため、腰を悪くするということも少ないです。おすすめ用途について、こちらのディスクはオフィス用、学生机はもちろん寮での使用、ベッド横、リビングなどどんなスタイルの部屋にも調和するシンプルなホワイトカラーディスクです。耐荷重が 50kg まであり、重いパソコンを乗せても十分に利用することができます。外観、仕様について、こちらのデスク、ちょうどいい横幅、限られたスペースでも窮屈さを感じない横幅 100cm。 こちら大きさの割にはとても軽量で、設置後の移動も楽々です。天板の高さは 73cm。 足回りが広々としており、ゆったりと楽な姿勢で座ることができます。奥行きは 50cm。 こちら小さめの棚やチェストを組み合わせることもできます。本体の重量は約 6kg です。高品質次はミストボードを採用。天板は滑らかで、外観はホワイト一色で統一。机の縁が丸く、お年寄りや小さなお子様にも安全に使うことができます。デスクの足は安心の U デザインで、三角安定型、テーブルの足の4つのノブを多少ですが、全体のバランスを調節することもできます。ホワイトデスク、いかがだったでしょうか。コスパよく白デスクが欲しい方、複雑な組み立てで頭を悩ませたり、貴重な時間を失いたくない方、ぜひこちらの白デスク手に入れてみてはいかがでしょうか。とても軽量なため、設置後の移動も楽々なのもポイントが高いです。なお何個か種類がありまして、こちらの大きな違うポイントは、この足場と人工光学に基づいた曲面仕様タイプ、この部分ですね。ぜひこの商品興味が出てきましたら、詳細からご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。早速使わせていただきます。本番いきます。よーい。